ハロー皆さん、どうも。パワプロ2018ペナント編阪神タイガース日本一物語、続きやっていきたいと思います。今回からですね、オフシーズンやっていきましょう。切り替えていこうぜ。年間表彰式でーす。年間表彰式行きますか。もうね、この間ね、もう記録室でいろいろ記録は見たと思うんで、年間表彰式に行きたいと思います。はい、このような感じになっております。ベストナイン、一塁手ロサリオ、投手はメッセンジャー。外国人がようやってくれました、今シーズンはね。ゴールデン GG はちょっと、ドミンゲスとか、マジかこれ。坂本ようやった。メッセメッセメッセ。イエーイ。次の年も、続けたいと思います。さあ、やってきた契約更改だ。阪神の上本選手が FA 宣言しました。阪神の今成選手が FA 宣言しました。阪神のメッセ選手、ちょ待って、これおい、え、契約更改。監督契約、新しい監督は誰かおるか。いや、俺は金本のままで、これ金本変える理由ないっしょ、普通に考えてね。うん、金本のままでいきましょう。もちろん金本のままです。コーチもこのままでいいでしょう。スカウトはもう俺は任せてるんで、どうでもいいです。はい、このままでいいです。さあ、こっからだ。鳥さんは引退か。マジか。いやー、鳥さん引退か。まあ劣化凄まじかったからな。で、2年目はもう欲してたから、もう鳥さんも現状諦めたんやろね。これ以上続ける意味はないと。レジェンド鳥谷さん、お疲れ様でした。もう完全に俺の起用法はね、ひどかったけどな、鳥谷に対する扱いは。鳥谷ファンが見てたらもうね、うん、絶対もう俺の動画見てないと思う。坂本はもちろん契約更改で、浅村もロサリオね。ロサリオね。年俸希望。おお、ロサリオでも原稿受け入れてくれるんか、助かるー。トリさんは引退でもな、コーチもね、あれやしな、監督にも、このまま引退やな、トリさんは。で、ドリス、1年で、ドリスは、うわー、ドリス高いな、うわー、まあそらそうか、こんな結果出してくれたから、まあしゃあないわな、これ。で、中谷は現状維持で OK。で、糸ちゃん、下がっていいんすか、マジ、これは助かる。で、桑原、うわ、桑原ちょっとアップしとる。シェッパーズなー。俺、ジョンソンをね、導入しようと思っとるのよ。DL させていただこうと考えてるんでね。ちょっとシェッパーズ、これ、自由契約ありなんじゃね？うん、ねえ、ジョンソンがおるからね。ちょ、シェッパーズね、覚醒して、申し訳ないんですけど、これ、自由契約にします。はい。ジョンソンを私、導入するんで。藤波は、このままで OK。藤波は、おお、ゲーム受け入れてくれるか。で、北条、うん、北条もこのままで OK。 北条も受け入れて、西内もこのままで OK。 秋山、うわー、秋山やべえ、これ、そらそうか、これはちょっときっつ。大山は原稿や。ナバーロも原稿受け入れてくれてる。で、岩崎、うん、西岡はね、申し訳ないが自由契約にさせていただきたいと思います。サンキュー西岡は自由契約。これはちょっと使い道ないっすね、西岡剛。スピードスターを自由契約。
そして原口はどうだ。原口はもちろん原本やな、受けれる。石崎もそらそうよ、複数に1年。もう今日 OK で、俊介も受け、俊介あれで3700か、マジか。逆にありがたいけどね。そしてアッキーもちょっとこれでは使い道がないっすね、自由契約で。さらばアッキーも自由契約にしていきましょう。高山はもちろんいる、3000です、現状維持。岩貞は当然アップで、エゴシー。1、2、オッケー。で、小野、谷川、岩田、俊太、梅ちゃんこのままで、横山このまま、飯田もちろんこれも、あ、これめっちゃアップしてるな。いいよいいよ。伊藤、早田安いな早田安すぎるだろ。で、ペコリ王子、今年はほぼ使わんかったね。で、ババはほんま神ピッチング。そりゃ4100求めてくるわね。で、坂本、で、岡本自由契約で。岡本はグッバイ、岡本。防御率悲惨でしたからね。使うことはないでしょう。で、近本、で、斎藤幸也、で、木浪、小畑ですね、本局で、で、川原、で、湯浅、青柳、佐伯、いいですね。もうここら辺はね、現状維持の選手を、わー、ちょっとタミヤアップしてるな。お前アップするような成績だったか。まあ、ルーキーってことを考えたらそうか。もう熊谷、ほぼ使ってない。島本、安い島本。お腹。板山。森越。安いな、森越も。竹安、洋川。島田。で、荒木も、ダンディ荒木も自由契約ですね。さらば荒木。イケメン荒木も自由契約で、伊藤和夫。ノリハルもちょっと自由契約やな。使うことないですよ、ノリハル。これ、この能力だとね。ノリハルも自由契約にしていきます。で、藤谷、森谷、で、長坂、で、福永、で、山、上、吉高、上田、望月、浜地、このままで、マッキーと。OK! これでいいんじゃないですか?だから、何人おらんようになると、ノリハル、荒木で2人、で、岡本で3人。で、アッキー4人。西岡5人。シェッパーズ6人。で、6枠空くということですね。さらに FA 宣言してるからね、あの人たちが。マジかーって感じなんやけどね。OK。はい。鳥さんが引退お疲れ。そしてアッキー戦力外通告に、岡本戦力外、西岡も戦力外、荒木も戦力外、ノリハルも戦力外、シェッパーズも戦力外、ジョンソン導入。ファン減るかね、それで。さあ、やってきたドラフトだ。さあ、ここですよ。まあ、スカウトとかはね、もうめちゃめちゃ任せてたからな。任せてたんで。さあ、皆さんドラフト行きましょう、タイム。1位指名、もちろん指名しよう。即戦力は特にって感じかな。まあ、先発やね、やっぱちょっと。先発欲しいっすね。なんか新谷みたいなね。もう取られてるか。残ってないか。うわー、これちょっとひどいな。竹内って選手がね、カーブえぐいわ。いいの。ただこれは、まあ、能力にね、幅があるとはいえの、これな。ただな、特にね、補強ポイントっつうのもないよな、うち。自由契約した選手の代わりも結構いるし、
まあ、メッセ、ウェポン、今成 FA、 セカンドでもセカンドも糸ちゃんとか、やっぱ先発とりあえず能力がいい選手、ここでパッと見なんか能力いい選手取るか。外野手はもうめっちゃいるんでいりませんね。外野手はエジリーファースト、一塁手はでも一塁手も守れる人めっちゃおんのよね。いやね、小池か、うわセカンドか、高校ナンバーワン内野手富山、関西人とか西日本の人おらんか。奈良マクダって読むんかなこれ。大学ナンバーワンが外野手いらんのよな。うわこの香川の千葉って選手ええな。うわピッチャーはちょっとひどいっすな。秋田って選手がいい。だ142、おっそ、谷劣化谷川みたいな能力やね。うわー、いい選手はやっぱりもうおらんか。ならもうこの小池って選手いきますか。富山のねトゥルーティアーズの舞台となった富山県、小池選手、この人を指名したいと思います。いきましょう。能力どんな感じになってる。ミートは D から C、まあ、全然これはもう D 以上は確定ということなんでね、いいでしょう。でパワーも E から B、 うわー走力、うわ走力 E から B、 E とかだったらクソやなセカンドで。で権力はもう C 以上確定で、うーわー守備力 F はやばい、守備力 F はやばい、はい。お前ふざけんなよ。そらそうか、もうマジか、一もうお前マジふざけんな。ほんま今回ひどいな、みんな新谷レベルはおらんかったね。あー左どう、はい、うるるこんなことあってええんすか。ええんすか。まあちょっとポジションはかぶってるとはいえね、あのねピッチャーに関してはね備えいらんのよな。のとにかくこの外野手残ってるけど、外野手はほんまに今もういらん、折ったところで使い道ないっす。大学ナンバーワンスラッガー元西、青森ならマクド、大学ナンバーワン外野手、大学ナンバーワンスラッガー二塁ショート、うわ二塁ショート無理やね。この人奈良でええんちゃう、関西人やしね。塚本群馬か、平で外野手はほんまにもういいっす。山西な、このマクタって選手でいいんちゃうか。ピッチャーもろくなもんおらんしね、これひどいぞピッチャーも。これおお、これはまあ秋田って選手がまだマシってだけで、他はマジやばい。これいや村井、マックス村井か、これ村井長崎全然ちゃうな。いきましょう。このマクタって選手でいきますね。奈良県行きましょう。取れるでしょう。よし、元西。さあ、次。神。すごい名前やね。神かな、これ。神。奈良。な、このね、18P、いいような18歳の P。た、弾遅すぎる。さあ、もう、これ、サードはだってね、大山とか、糸ちゃん、おるし、もうサードな、別にサードもいらんよな、っていう。特にいらんのは外野手ですね。もう外野手は飽和してます。こういうと、ショートでこの守備力は論外。伸びしろあるとは思うけど、幅があるからな、これ。この外野手まだ残っとるか。でも外野手はマジでいらん。ほんなら今度、奈良の P 取るか。他の P もわりかしひどいしね。広島の18104、これ伸びし、ちょっとこれは秋田っていう選手でもいいんですけど、私はねこの名前に惹かれたということで社会人23歳の P 取りますわ。139149でコントロール G から E47 で23歳、この伸びしろ全くないですね。23でこれですから、
もうロマンだわ。ただの名前がね、名前だけ一人歩きしてる感じ。能力クソですけど、この人行きます。奈良県やし。行こう行こう。もうええわな。もうええわ。もう欲しい P。まだ残っとるな。まだ残ってるね、この人。地雷 P ちゃう、むしろ。こんなにね、高校生で残ってるっておかしいだろ、CC、コンスタ CC で。幅があるっちゅうことやからね、そら取れんわ。もうええわ。はい、今回はこれでいて終了ですね。関西人。そして富山、北陸の選手取れたんで、よかったっすわ。よかったよかった。はい、もう指名戦。これでいいです。はい、終わり、終わり、終わり。今年はね、3人です。前年度が2人だったからな。うわー、チャラ。帰国選手、これレア。帰国選手交渉、海外から帰国する選手がいませんでした。おらんのかや。まあええわ、まあええわ、まあええわ、まあええわ。さあ、ポスティング交渉。田中康介、そして山。うわー、丸おらんようにやって、田中康介もおらんようになるんか。承認されてるしね。で、山安。うわうわ、これ広島、横浜弱体化やね、完全に。承認されとるから。あと誰？雄星か。却下。却下されてる。かわいそすぎるだろ。行かせたれよ、お前。22勝1敗防御2点。これ日本でやることないやん。なあ、却下されとる。かわいそすぎ。さあ、次 FA 交渉やね。はい、じゃあ次回 FA 交渉から続きやっていきたいと思います。じゃあまたね、皆さん、バイバイ。